どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京湯島にある、湯島ラーメンさんにお邪魔しております。こちらですね、激辛ラーメンがあるということで今回挑戦していくんですけれども、いつも通りですね、辛さレベルが3段階に分かれて、選べますということで、今回ですね、小辛、中辛、大辛ということで今回マックスの大辛に挑戦していきたいかなと思います。まあちょっとね、湯島激辛と検索したら、ヒットした、お店なんですけど、どれぐらい辛いかっていうのをね、調査していきたいかなと思います。それでは早速いつものようにですね、行った人の感想をちょっと見ていきたいかなと思います。激辛ラーメン大辛、湯島ラーメン、見た目はそれほどでもないけど、食べ進めるうちにくるくる、まっすぐ突き刺さるような辛さでめちゃうまーと、旨味のあるスープだけに一口目からうまさを堪能し、後半から辛さも楽しめる、メンマの歯ごたえ、味付けもよしと。お、なるほどと。そして2人目、湯島ラーメンの激辛、これまで食してきた数多くの激辛ラーメンの中で最も最高レベルの辛さだった、やばかったと。お、なるほどと。まあこれはまあ多分ね、食べる人によってはね、うわー、もうとんでもなく辛いなとかいう情報が上がっております。まあそんな感じですね。はい、それでは今回も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。うわー、美味しそう。いただきます。さあ、湯島ラーメンさんの激辛ラーメン大辛、お手並み拝見ですよ。真上からこんにちは。よし、さあそれではスープからいってみましょう。一応スープのベースは醤油ベースとなっております。はっ、これは美味しい。青唐辛子の鋭い辛みがズカッと口の中に刺さりますけど、これは美味しいな。これあっさりした味わいですね。これ美味しい。さあ、そしてこちら麺に行きましょう。これはたまりませんな。続いてこちら卵。青唐辛子がこの気管に入ると思わずむせてしまう、そんな辛さのパンチ力がありますけども、早速口の中がヒリヒリになってきましたが、チャーシューいきましょうか。甘がみでなくなっちゃいますよ。チャーシューどこ行ったと。これは美味しい。入ってきたわかめ、ネギ、もやし、卵、チャーシューに青唐辛子、メンマ、さまざまな具材が入ってます。結構パンチ効いてます。唇のヒリヒリ感が程よい。いや、こんなに辛いのね、やっぱ食べるね。あ、額におでこに汗がかいてなかった。ほんのりかいてますね。ほんのり。
というわけで、ちょっと半分ほど食べ終えたところで、今回も行ってみましょう。おいからタイム、今回のおいからタイムとしては、卓上調味料にありますこちらのラー油、ラー油とこちらの、七味唐辛子、はい、こちらの方をブレンドして、おいからしていきたいかなと思います。ギネスに登録されるような、やばい唐辛子じゃないんでね、まあ、あんまり足しすぎてないんですよ。そんなに辛さは変わらないといった感じですけど、じゃあちょっと混ぜていきます。まあもちろんですね、これ足さなくても十分、パンチの効いた辛さですね、はい、いただきます。あ、辛さレベル 0.5 ぐらい上がったんではないでしょうか。青唐の方が辛いわ。青唐が辛い。これは優しい。いいね。いい辛さ具合ですが、これね、辛さ具合どれぐらいかっていうと、具体的に言うと、刻んだ青唐辛子がティースプーン2杯ほど約入っているということなんですけども、辛いの苦手な方だとちょっとおーってなっちゃうかもしれないですけど、激辛好きなので、本当にこれ美味しく食べます。外面にかかりましょうかね。いっぱい入ってるんですよ、この青唐が。ほら、こういう青唐の刻んだのがいっぱい入ってるんですよ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。湯島ラーメンさんの激辛ラーメン大辛辛さレベル、じゃららら、辛さレベル6です。はい、やっぱりこれ何度も何度も言ってましたけれども、まあ青唐辛子の辛みが非常にパンチの効いた、ラーメンでした。まあ一度で口に運ぶので、青唐辛子をカリッと噛むとバーッと口の中を刺激する、そんな一品でございます。辛さ度合いがね、激辛好きの方に比べ、からしたら、まあこうピリッとくる辛みがね、程よい感じで、なおかつこの醤油ベースのあっさりした味わいのスープがね、こう麺にからね、非常に美味しく食べれました。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログも更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。あと最近ですね、激辛の再生リストをちょっと整理しました。辛さレベル別に、見やすくしましたので、ね、ぜひそちらの方も活用していただければと思います。それではまたお会いしましょう。またね。